いしょ。じゃあのんちゃん行ってくんね。皆さんおはようございます。続きです。ロードワーク行きます。さてと、走るのが一番嫌いだわ。でもこれやんないとスタミナ上がんないんで。なんで走ってんのにあんなスタミナ切れるんだろう。神様って理不尽だよな。運動神経と才能のある人にはバンバン才能を与えるけど、何も持ってないやつには罰を与えるんだよ。神様って意地悪だよね。下半身いじめます。おい、お疲れ。もしよかったら、10分後に走り始めるんで、あと何分って書いてくれる人いたら嬉しいです。10分からスタートで30分以内に走るの目標としてます。マルンさんこんばんは。ユウさん頑張るよ。天下さんありがとう。イカ娘風船ありがとう。金魚橋もいつもありがとう。一緒に走ろうね、天下ちゃんね。今日は30分以内行けるかな。アットマーク残り何分って書いてください。10分から走り始めます。 ありがとうマルンさん、もう厳しいよ最近、最近超厳しい。もう放送がさ、弾丸塾捨て頃、もう自爆ができないじゃん。だからもう本当に食っていけるか不安だよ。でもやるんだよの精神でやってるけど、根本圭さんっていう人ね。根本圭でもやるんだよで検索して。いや今日もね、今シャドウここで、この場所で、シャドウ何ラウンドかやって、12ラウンドかな、違うか、14ラウンドシャドウやって今から走りに行きます。いや神様はずるいよ。神様は才能のあるやつには何でもかんでも与えて、ありがとうマルーンさん、花火ありがとう。何でもかんでも与えて、才能のねえやつには何も与えねえんだぜ。才能のないやつには苦しみを与えるんだよ。でもやるんだよ。でも10分から走り始めます。今日こそね、1回だけしかまだ30分切れてない。信号に捕まるとアウトなんでね、ピッチ上げていきましょう。5キロで高低差があって、信号待ち込みで30分で走る、要は時速10キロ以上で走るっていうのを目標にしてます。だいたいね、32分前後になっちゃうんだよね、信号に捕まると。頑張りましょう。今日は信号の神様が微笑んでくれるかな。どうでしょう、まだ時間あるね。体は温まってるんで、スタミナが残ってるかどうかっすね。まあ、あとはね、シャワー浴びて美味しいご飯食べて、今日は雑談に集中できるんで、そしたら雑談やりましょう。でも勝負の世界シビアだからね、努力なんて関係ないからね。勝った方が勝者で、勝った方はね、あれで。だから前回それよく分かったんで、本当に勝ちたいですね。リスナーさんもやっぱ離れちゃうし、もう嫌っすね。全部取り戻したいですね、去年失ったもの。足踏みしたんで1年間あんまり良くなかったな。勝ったやつはね、全員爆伸びしたかんね。はい、和田つゆ。勝ったやつは全員爆伸びしたよ。えげつなく成功したよね。
負けたやつは1年間地獄見たわけですからもういいでしょう。カズンさん、もう僕が一番嫌いな作業5分後に始まります。はい。あ、去年みっともねえ試合したかんな。あ、グラウンド走ってんだ。いや早いね天下さん。俺はまあまあ運動ダメだかんな。5分早く5キロ終わるんだ、素晴らしい。じゃあ27分ぐらいのタイムだ、素晴らしいですね、アスリートですね。まあおっさんがね、33歳のおっさんが泥臭く走るんで、あのシュールな映像なんで、まあ、もしよかったらね、あの10分から走り始めるんで、あと何分って30分以内、いや30分以内に走りたいからスタートってやったら、あと29分からスタートだね。だいたいハーフの、俺がハーフっていうところ、要はね息が長いんですよ。息をね15分ぐらい、16分とかでもまあ間に合ういいペースですね。ハーフをね18分とかだともうアウトなんだよね。ピッチ上げていこうね今日は、飛ばし気味で。まあ信号込み、高低差込みで考えたらかなり高いの。あ、わかりました、吐くの意識します。猫、三毛猫いた、猫かわいい。おい、お疲れ。そうそう、今シャドウが14ラウンドぐらい終わって、で14かな12かな、ちょっと覚えてないな。最初多分14ラウンドやったのかな。で今から30分ロードワーク、あと何分って、ぜひ誰かやってくれるかな。誰もいないかな今日は。まあまあ見てるだけでもいいです、その場合は。あと何分って書いてくれると嬉しいですね。いけるかな今日は。結構ね、あの2回連続に32分になっちゃってるから、今日はやり遂げたいですね。30分以内、負け癖つけたくないんで。まあ台風だったり風も強かったりしたのもあんのかな。ちょっと遅いんですよね、信号に捕まらないっていうのはもう運の要素なんで。あと2分です。でもなんで練習だと息上がんないの。やっぱ追い込み方が悪いんだろうな。個人練習だとぬるいんだろうね。カズンさんとかドルさんの時にね、かなり息上がるんだよね、異常なほど。なんでなんだろう、緊張かな。だから前回の日曜日なんかショックだったもん。ペース同じぐらいかもしれないですね、トラックで走ってないんで。どうなんだろう、まあ、そんなに速いスピードじゃなくて心肺機能を上げて、まあ、最初は5キロ走れなかったんで 2.5 キロで足止まっちゃってたんで、了解です、気にしないでやります。とりあえずね、今5キロ止まんないで走れるからね、ゆっくりゆっくり走れるようになっただけでも前進なんで。じゃあ行きますか、1分前ですね。じゃあ天下ちゃんもね走ろうね、一緒にね。そうっすね、習慣で。じゃあ行きましょう、よし頑張りましょう。じゃあみんなもぜひ応援よろしくお願いします。気合い入れていきましょう。10秒前、9、8、7、6、5、4、3、2、1、スタート。you
と1分無理だよ、あと1分で5キロ走れないよ。どういうこと。無理だよ、あと1分は。試合のための前借りっすね。なるほど、試合の前借り。なるほど、素晴らしい。試合の苦しみを今取る。今苦しむ。ピッチ上げます。
ありがとう。今目の前だ。今日も信号でか。無視かい。わたあめありがとう、いつも助かる。わたあめが一番分かってっかんね。わたあめありがとうね、眠いのに。いつも助かるよ、ありがとう。本当に感謝してるよ、ありがとう。いけます、いけます。ちょっとアップ気味でいきます。信号待ち多いんで。よし、
花火ありがとう。おやしろ様ありがとうございます。ここで休もう。ありがとうございます。ライムさんありがとありがとうございます。行きます。you
はい、折り返します。あと12分か。
あと一駅。今中野、東中野。あと一駅。苦しい。あと2分。
1分か。お疲れ。お疲れ様です、ラブさん。ハートありがとうございます。5キロ終了です。お疲れ様です。お疲れっす。今日のタイム31分です。風船お疲れ。ありがとうみんな。お疲れ。お疲れ様。ありがとう。お疲れ。わためいつもありがとう、カウント。わためありがとうね。風船ありがとうございます。カズンさんも、わためさんも、おやしろさんも途中花火ありがとうございました。ちゃんとお礼が言えずすいませんでした。どうもです。お疲れっす。マルーンありがとう。マルーンありがとう。お疲れ。バカありがとう、サルモンキーさん。お疲れ様です。わたあめもハートありがとう。チューさんありがとうね、ワイチューさん。バカありがとう。お疲れ、みんな。今日のトレーニングは今日はこれで終了です。お付き合いいただきありがとうございます。30分の壁は信号だね、やっぱりね。信号がキーですね。風船ありがとう、ちょっとありがとう。気持ちいい。カズンさんもコメントでガッツくれてありがとうございます。天下ちゃんバカありがとう。天下ちゃんも5キロ走った。うわ、風が気持ちいい。おやすみ、キングオブチ。名言が出ましたね。試合の時楽するために今苦しむっていう。ライムさんも風船ありがとうございます。よし、ジュース飲もうか。ビタミン取ろう。親父さん、ハートありがとう。そうっすね。熱い試合したいっすね。いやー、ありがとうございます、カズンさん。走った？気持ちいいね。試合を楽しむためで、楽っていうのはズルするってことじゃない。試合を楽しむために今苦しんでベストを尽くそうって。楽するっていう言葉を日本人履き違えてるんだよ。楽しむだよ。楽しもう。オフ会はね、みんなに会えるのも楽しみにしてるから。当日捨て頃まで一緒に走るんだ。いいね。気持ちよく汗流して爽やかな当日を迎えよう、みんなで。
いやー前回はね、なんだろう、練習もサボったつもりないんですけど、やったつもりなんですけど、やっぱり心の弱さが出ちゃったんですね。相手が強くて、結局その自分を守りきるので必死で、結局最後まで判定でしょ、で手数が少なかったでしょ、何もしてなかった、自分を守っただけだった。今回は俺は命を捨てる覚悟でやるよ。死んでもいい、殺されてもいい、全部出すんだって、全部出し切ります、リングの上で。頑張るよアンコラ、ありがとう。みっともねえ試合じゃなくて、打たれても歯食いしばってガンガン前に出て、もらっても耐えて、もらわないようにするけど、もちろん相手にボディ突き刺して顔面ぶっ飛ばして、正座じゃなくていいよ、もうその日は酒飲みながらガンガン応援してよ。いやダメだよ、やっぱり勝たないと、勝たないと。いやこれから楽しみなご飯だよ、彼女が作った手作り料理。俺はもう今回これで捨て頃で勝って、全部出し切って、もう本当にもう捨て頃は誰か他の配信者にバトンタッチする。俺はもういいや、もう全部やりきってやるから、2で勝ちを知りたいから、負けたままだったら嫌だからやってるわけじゃん。俺はもう勝ってもう出ないよ。1年前より強くなったと思う。勝ちますよ僕は、はい、勝ちますよ。いや勝たないとダメ。俺はね、親代さん去年ね負けてからね、やっぱりリスナーさんが減っちゃったの。やっぱね、それはリスナーさんが悪いとかじゃなくてね、人間っていうのは勝つ人を応援するんだよ、負ける人は応援しない、これが人間の心理なの。だから俺は取り戻したいのね、過去の人気を。俺ヒカルくんより人気あったんだよ、ヒカルくんより閲覧あったんだよ。今このざまだぜ、100人集まんないんだよ。昔600人700人俺が雑談やったらいたんだもん、取り返すよ。俺配信者だから。そうだね、息切れなくなってきたね。ここでハーハー言ってたもんね、公園でね、この水飲み場でぜいぜい言ってたもんね。あと歩けなかったよね最初は。今昨日のさ、ヘッドスリップの後、おでこが腫れてる。おでこでパンチも当たってるんだね。こことここが痛い、おでこが。ありがとう誠さん、アイテムありがとう。ここの夜景は綺麗だよ、公園の。あれ都会って感じ、成田の田舎もんがこんなところ住んでるよ。
公園の高台なんだけど、ビルが生えてるの。すごいよね。頑張ります。ありがとうございます。いやよでね、50メートルダッシュ10本やったらファンタスティック投げるって言ってるんだけど、みんなどうする？くっそ、50メートルダッシュを10本やったらファンタスティック10発投げてやるよって言ってんだけど、鬼みてえな人いるけど、カズンさんどう思います？俺さ、14ラウンドやってさ、今5キロ走ったばっかりなんだけど、ラッキーとか言ってるよ。しかも坂道だぜここ。どうやってスマホ固定する？50メートルってどれくらいよ？ちょっと待って、50メートルってやるよねって、やるんかい？分かったよ、配信者だからやるよ。ターさんいらっしゃい。50メートルってどれくらいかな？マジで言ってんの？ちょっと待って、だってスマホ固定できないんだけど、これで見えるかな。まあ最近稼ぎ少ねえからありがてえよな。これで見える？これで奥まで見える？これでいい？ちょっとさ、設定とかいろいろあんだけど、俺にもな、腹立つ。これでいい？あのね、見える？ 50m ってどれくらいなんだろう。アンケート機能とかいらねえから今。何アンケートか、うぜえ。何これ、あ、何これ、アンケートなんかいらねえんだけど。アンケート、何これ、なんでアンケート起動なの？かけたらダメって何？何をかけたら？日本語正しく言って。何をかけたらダメなの？何をかけたらダメなの？あ、うぜえな、なんだよもうこれよ。あ、こけたらね。じゃあ50メートルね。こっから50メートルってどれくらい？50メートルの距離が分かんないんだけど。あ、ていうかバッテリー切れるんだけど。歩幅を測る？ちょっと待ってよ、もう無茶言わない。ちょっとさ、あのさ、あーもう無理、固定できない。ちょっと考えて言えよマジで。あー立ちくらみしてきた、イライラしてきた。素人が配信に口出すんじゃねえよマジで。バッテリー切れるよ。
あーもう、2本目10本やんの、本気で言ってる。3本目バッテリー残り 4本目
今何本、6本。
丸肌ありがとう。一パーから持ったね。坂道だよ。上り坂だよこれ。いや最近バッテリーおかしいんだよね。ジュース買おう。お疲れみんな。自分に勝ちたいですね、何よりも。前回1年前の情けない自分に勝ちたいですね。あいつをぶっ飛ばしに行きます。守ってばっかりで何もしなかったあいつをぶっ飛ばしに行きます。まずだ。まあでもドルさんがよく言ってたんですけど、世界チャンピオンに教わってたら全員世界チャンピオンになるわけじゃねえから勘違いすんなよっていう風に言われて、僕はその通りだと思ってんですね。僕はカズーンさんが教えるのうまいのはカズーンさんが勉強して実力をつけて結果を出してきたからであって、世界チャンピオンに教わってるから世界チャンピオンが生まれるんじゃなくて、世界チャンピオンは世界一の練習してるから世界チャンピオンだからね。教えてもらってこう出会ってるカズーンさんはさ超ラッキーでさ、もう本当運命だと思ってるけど、勝つか負けるかは自分っすね。はい、美味しい確認待ってる。多分ね、そろそろプツッと落ちると思う、携帯電話。僕は勝ちたいですね。幸せになるんだったら捨て頃2勝たないと幸せにならないですね。勝ちたいですね。あーきつ。花火ファンタスティックありがとう、匿名さんありがとうございます。きつ、足パンパンありがとうございます。ついね。喉カラッカラだよ。もうこういうの若いやつにやらせようぜ。次からは10代20代の配信者頑張れよ。見てんだろ。
10代20代の配信者頑張ってお前ら体張れよ。悔しくねえのかよ30代にこんなことさせよ。若い配信者体張れよ。ステゴロ3頼むぞ。もうおっさんにやらせんなよこんなこと。人気全部取っちゃうよ。勝ってまた人気者になっちゃうよ。渡辺さんおやすみ。出番がなくなるよ。若い仮想配信者頑張れよ。そうそう、もうおっさんにいつまでも人気取られてんのがおかしいんだから、若いやつがもっともっと活躍してほしいよ。席渡すつもりはないけどね。じゃあ皆さん、フレッシュジュースの時間です。ケビケビ乾杯。うんまうんまケビ。これうまいんだよな、ピンクグレープ。酸っぱくてうまい。カズンさんはあの配信者っていうカウントじゃないですね、僕の中で。配信やったらダメな人っすよ。食事制限っていうか増量しましたね。68キロから7キロ増やしました。相手が82キロなんで。ドライバー佐藤さんお疲れ様です。増やしましたね。うんま。キンキンに冷えてるね。じゃあ皆さん、そろそろ僕はお風呂に入ってご飯食べて、シャワー浴びたいと思います。その後にまた会いましょう。水飲んで、了解です。水たくさん飲みます。これからご飯食べます。皆さんありがとうございました。お疲れ様です。カズンさんとラブさんをフォローもよろしくお願いします。おつです。アイテムたくさんありがとうございました。